みんな欲しいですよね。みんな欲しい。まあ、ピー引きたいけどね。あ、やっぱりピー引いて、まあね、ピーパーあった方がいいんですけど、まあまあ、でも、トン、ナンシャーで、ああ、はいはい、まあ、ナンシャーね、ナンシャーへと下茶に行きまして、まあ、トン、あ、トン引きまして。あーとなると、やっぱりスッチンピン行きたいですよね。スッチンピン。あーさ、ペー積もりまして。あーでも、まあ、白打ちましたね。あー、白打ったってことは、やっぱり追走はつけないってことで、まあ、ちょっと妥協かな。あー、でも、なんかちょっと、統一になってますね。なんか統一になってるんで、あのなんちょっと出なさそうではあるんで、さあ、あーさ、カンカン、カンカンしまして、からのさ、アイテンパイ。さあ、ポンで、そのポンで、そのポンで、そのポンでどうだ。あーさ、まあ、多分、何も出ないんで、ペーですね。ペーが誰が引くのかっていうところではありますけれども、さあ、どうでしょうか。あー、そのポンで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 、あーあー、めぐりめぐってね。ああ、めぐりめぐって下車に行きましたね。あナンはね、止まったんですけれどもね、うん、ペーは止まらなかったですね。超普通ですね。こんてか、超普通っていうか、もう、なんならちょっと悪いまである。なんならあんま良くないかなっていうところなんですけども。さあ、ペイ、まあまあまあ、まあでもまあまあまあ、なんか、この状態、おーっと どうのまね、はい。一旦確認ね。一旦何の間か確認して、どうのまね。なるほどね。はい、はい、なるほど。うん、そうですね。キュビンポンしまして、うん、あー、さあ、缶入りまして、さあ、どうでしょうか。缶、あーっと乗りまして。あー、乗りましたね。ゴリ押して乗せていきまして。あー、まあ、ギリギリトイトイいけるか。あー、ギリギリトイトイいけますかといったところではあるんですけれども、さあ、まあ、ポンポンポンでね。ポンポンポンでいけるかなといったところではあるが、まあ、そうそう都合よくね、そんなポンポンできないんですよね。うん。さあ、そして、上茶がいいシャンテンで、下茶が、リアンシャンでぐらいか。あ、さあ、あちら、あちらは、トンバックかな、トンバックですね。あ、あちら役あります。そう、まず役があるかないかの話だよ、まず。さあ、テンパイしましたが、まあさ、もちろん役がない。もちろん役がないので上がれない。ただまあ、打点は、ああ、さあ、相手もあい。さあ、これ、ちょっとだいぶ強くなりましたよ。これは何班、これ何班だ。ああ、さあ、ドラを持ってきて、さあ、カジュア、ああ、乗りましたさあ。サビ、あーだーあー、間に合わなかった。あー、全然ちょっとね、バラバラのところからだったんですけれども、ゴリラ数え役マンですね。はい、金の輪オーラス。あー、オーラスで天砲なんよ。しかもまあまあ形綺麗っていうね。うん、オーラスで天砲を出されたらもう今までの何やってんってもうなっちゃいますからね。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけれども、さあ、神茶かな神茶、まあまあ、パーソーはね、まあ正直まだ、ああ、いや、でも違う可能性もあるな。普通にパーソーいらないっていう可能性もあるんで、でもあっち発、ああ、さっぽんしまして、んちょっとこれはね、あ、リャンピン、うん、リャンピン、白、いや、これちょっとわからないですね。ああ、神茶かなと思う。いや、ちょっと下茶っぽいな。どっちだこれ、どっちだ、あ、どっちが役満を狙っているでしょうのコーナー。いや、下茶っぽい。あーさん、初の感しまして、さ、あーさん、あー神茶でした。神茶がちゃんかん、黒人無双でしたね。10連かな、まあ。まあ、染めれるっていうかね、まあ、普通にシンプルに強いんですけど、そもそも強いんですけど、あー、でも、そうですね、まあ、第2戦なんで、まあ、そんなに無理はしないかな、まあ、普通にね、チーピンとか引いたら、あー、まあまあ、あー、でも、そうですね。あー、両面からぶち落としてるということは、もう絶対に想像にしたいです。でも結構今のところ全部無駄です。あー、さ、リーチ、いや、これきついか。これピンズ全部部長としてくるのちょっときついか、さすがにね。うん。まあ、厳しいかなーって。まあ、そう、リーチがかかってからソーズ引きまして、さあ、ソーズ引きまして。リーチかかるまで全然ソーズ引かなかったけど、またソーズ引きまして。あ、リーチかかってからちょっと本気出すタイプかな、もしかしたら。さあ、じゃあ、感しまして。さあ、感しまして。さあ、ドラ乗りまして。3層待ちですね。3層待ちで、さあ、いいわ、いきます。さあ、いってんばい。さあ、ああさすがにね、さすがにその、ペン3層バーサスね、9面待ちだったらね、まあいくらなんでも9面待ちの方が強いですからね。
新郎とセットですね。あんまりね、あんまり見ないんですけれども。新郎とがもうすでに揃っておりまして、さあちなみにトイミングは9層持ってますね。トイミングは9層で、9ピンと1層がないですね。9ピンと1層ないので、まず、ああさあ、1層、ああでも1層あれは、ああさあ、引きまして。1層多分出ないので、って感じですね。さあ、トイミングは9層出ました、ポンで。で、1層ね、まあそうですね、トイミングとかが引いてくれたら出るんですけど、まあちょっと厳しい。ああさあ、アイテンバイ。さあ、さあ、ダイナミックメンズ放棄しまして、大丈夫か。ちょっと危ない。ちょっと危ないよ、それ。そのダイナミックメンズ放棄で、いや、まあでもまあ、いい層出ないか。まあまた、ああ、止まれ。ああ、たればよ、ちょっと歪んじゃいましたよね。ああ、やっぱりそれね、もう歪むからね。そう、勘とかしたと、やっぱり歪んで、やっぱりそう積もっちゃうことになっちゃうんですよね。うん、はい、王座の間、というわけで山野くん、おいしょ、ああ、しかもこれ、オーラスかな。ああ、オーラス最後の問題は100万点みたいなね。地方でもう全て解決ですね。もう揃ってますね、もうね。もうあと初だけでね、初だけでいけるんですけれども、さあ、今も重なりまして、もうこれでもう、ポンロンですね。ポンロン。もうめちゃめちゃ早いですね。あーさあ、初、あーさあ、初だけまして。さあ、初だけまして、あーい、チェンパイ。さあ、あーさすがに早い。まあ、それは気づけないよな。いくらなんでも。あまあ、ちょっとトイメンね、ちょっとトップ名だったんですけど、まあ、これね、トップ目からちょっと落ちてしまいまして、んー、まあ、かわいそうですね。はい、まあ、続きまして、あれ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 うん。いや、でもね、さっきね、さっきトイメンだった神茶大三元ありますよ。うん、逆襲の大三元ありますよ、全然ね。うん。いや、初さえ引けばね。うん。まあ、ただこちら少数し。あちょっとね、ここでね、ここで、さっきの神茶がね、大作業上がれたら、あー、さあ、ハズも行きまして。おや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 と。ちょっと雲行きが、あー、さあ、リーチ入りまして。さあ、あちらリーチ、さあ、ウーソーチュンですね。ウーソーチュン。ウーソーがあと1枚かな。で、神茶は絶対にチュンはもう多分切らないので、あー、で、これ、あー、さあ、これはちょっと大変なことになりそうな。ああ、なんとかね、なんとか泣いちゃったら、もうこれね、もう、ペイ抜きとかで、ね、終わっちゃうんでね、ちょっと速やかに、まあ、でもね、さあ、さあ、あい、チェンバー、いやいや、リーチなんよ。リーチ入ってしまいました。そして、あの初がすごい危ないで、いや、まあでも、まあ、神ちゃんも初切らないかな、さすがに。うん、まあ、第三元とかね、小三元とかね、あるんでね。まあ、切らないかなっていうところではありますけれども、さあ、どうでしょうか。さあ、なんと初、山に2枚いますね。なんが山に2枚いるので、ちょっと、まあ、積もったら、大寿司通位層スワンゴから、あー、だ、あーあー、なんは止めれなかったですね。あトップ目だったんですけどね、2曲で思いっきり食らいましたね。